ユニオン軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の中央部南に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は20万1292人であり、2000年の12万3677人から62.8%増加した。軍庁所在地はモンロー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。 ユニオン軍旧庁舎ユニオン軍は1842年にアンソン軍とメクレンバーグ軍の一部を合わせて設立された。軍名はヘンリー・クレイにちなんだ名前を望んだホイッグ党とアンドリュー・ジャクソンにちなんだ名前を望んだ民主党が妥協してユニオンと決められた。モンロー氏とシャーロット氏ではヘルム、スターン、マクローリー、ベルクの一族が主要な役割を果たしてきた。 これらの一族の大半は、グースクリーク軍区の出身だった。ユニオン軍は、地域のセントラリナ自治体委員会のメンバーである。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は640平方マイルであり、このうち陸地637平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.35%である。ユニオン軍は10の軍区に分割されている。 グースクリーク、ジャクソン、マーシュビル、モンロー、ニューセーラム、バンス、ビュフォード、レインズクリーク、サンディリッジ、インディアントレールの各軍区である。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。ユニオン軍の自治体と軍区軍内には高校が9校あり、他にキリスト教系の私立学校もある。ありがとうございます。